キリシタン坂は、江戸時代に、江戸小石川小日向にあったキリシタンを収容する屋敷である。キリシタン屋敷とも表記され、山屋敷とも呼ばれる。商法3年に、大滅経験修文改め役であった、井上正重の下屋敷内に、牢や板書を建てて設けられた。この屋敷には、寛永20年に、地区全国に漂着し、 江戸に送られて天馬町の牢に入れられたイタリアの宣教師、ジュゼッペキアラ、ペトロマルクエズラ10人が収容された。また、法営5年にイタリアの宣教師、ジョバンニ・バッティスタ・シドッティが、薬島に上陸し、長崎を経て、江戸に送られた際にもこの屋敷に収容され、新井白石の尋問を受けた。シドッティが聖徳4年に没した後は収容される者も、いなくなり、 キリシタン屋敷は、教法9年に、火災で消失。その後は再建されることもなく、完成4年に、集門改め役の廃止と同時に正式に廃された。2014年7から8月、キリシタン屋敷跡へのマンション建設に伴い調査が行われ、3体の遺骨が発掘された。DNA 解析の結果、うち1体は、イタリア人のグループに属する男性であり、 シドッティの遺骨であると見られている。キリシタン屋敷の跡地の一部に、キリシタン屋敷跡の記念碑と、拷問にあった信者の八兵衛を生き埋めにして、石を置いたという、夜なき石がある。石踏みの向かい側一帯の跡地は2016年現在、マンションになっている。また、この石踏みの近くの坂は、キリシタン坂と呼ばれている。坂の位置は、諸説あるが、文京区教育委員会は、 石踏みから一ブロック南下した位置から、東方向にある地下鉄丸の内線ガード下の、水道まで続く坂をキリシタン坂としている。ありがとうございます。